関学大アメフト部は23日、日大からの回答と、それに対する見解と対応について、26日に兵庫、西宮市内で会見すると発表した。会見には鳥内秀明監督、59、小野博史ディレクター、57、のほか、負傷した選手の父親の奥野康俊さん、52、も出席する予定。関学大は日大に回答書での再度の説明を求めており、24日が期限、記事全文を読む。